はい、どうも、ルルカです。ブレイジングオデッセイ、前回の続きからやっていきたいと思います。前回は、まあ、ゲームの、まあ、根っこというか、強くなっていくための最低限の手段である、クエストと、あとガチャですね。まあ、ご紹介していきました。で、あと育成方法とかもね、お伝えしていきました。で、次に、やっていきたいなって思うのは、アリーナと共闘クエストですね。まあ、これちょっとやっていきたいと思います。あとはイベントか。イベントで今ね、集会系のイベントで、あと2日しかないな。イルシオンの迷宮、イルシオン迷宮っていうのが来てますね。こういうイベントがあります。まあ、あとは、まあ、曜日ダンジョン的なやつとかね。うん。を紹介していきたいと思います。とりあえず、そうね、イルシオン迷宮行ってみますか。共闘クエストは CP だから大丈夫だね。イルシオン探索上級、いけるかな？ユニット所持枠。ユニット所持枠。そっか、ガチャしたからかな。覚醒すれば覚醒レベルアップで、覚醒スキルをねこうやって解放していけると。あ、間違えたボタン間違えた。あなたに私を刻んで差し上げますわ。大成功。まあレベルマックスなんですけどね。あとはこれがなんかいた気がする。どうしよう。いたいた。いらんやつは減らし、売ったりした方がいいのかもね、これはね。こういうなんか、ゴブリン系とか。でもあれか、覚醒マックスになるとなんかミッションあるかもしれないからな。まあそこら辺地道にやっていきましょう。まあこんな感じで大丈夫かな。じゃあちょっとやってみます。ヒーラー連れてこう。まあ通常のクエストと、まあ、同じ感じなんですけど、周回系のイベントですね。アイテムをこうやって取っていける。おお、玉ねぎ入った、嬉しい。我が荘園を恐れるのは私がやる。あとバックアタックできるとね、先行取れるんでね、有利な状況で戦えると。あともうちょっとレベル上げれば一旦でキルできそうですな。これであなたは私のもの。で、これこのやつはここに飛ぶやつなんですよね。これが出口なんだけど、でこれを叩くと素材が再配置されると。こういう感じで
で、その代わり敵がね、強くなるんですよ。死んだんだけど。強っ強っ, でっていう感じで、まあ今のね、再配置の像っていうのを使うと、敵が少し強くなると。ちょっと中級で多分中級だったらクリアできるんで。いや、ビビった。負けるとは思わなかったわ。あなたに私は気づかれたかもしれない。うまくいった。レベルがまだ足んないんだな。いや、玉ねぎ欲しかった。玉ねぎグラタン作るの必要なんですよ。さあ、熱くしてやろうか。私がやる。愛を感じます。あなたに私を教えてます。熱くしてやろう。この片行くは飾りではありません。で、これ入るとワープ出口ここで、このまますぐね、あのクリアできちゃうっていう仕組みですね。わ、向こうにいっぱいあった惣菜。で、今度ここね、みんなお守り。私がやるしてやろう。いざ参る。もうレベル5の差が全然違うんだね。我が守りを破るか。私に任せよ。父さん、あなたに追いつけただろうか。ね、できるだけやっぱり後ろ取りたいよね。だからこれも後ろから来たいんでね。あ、いけないんだ。いけると思ったわ。これであなたは私のもの。どっちの先生を取るかっていうだけの話だよ。熱くしてやろう。熱くしてやろう。どうにか守り抜けたか。で、これで全部倒したから出口行くと探索終了ってなって、手に入れたアイテムもまあ手に入れられると。で、この記憶のかけらっていうのが、あの、このイベントで集めていくものなんですよ。で、これが活性化ボーナスなんだかよくわかんない。あ、もしかしたら新ユニットかな。で、ポイント達成でこうやってアイテムもらえたりします。あと順位もあったかな。順位はないか。これに結構石が配られるんですよ。結構石が、目玉のアイテムは石なんですよね。あと進化素材なので、結構回れるんだったら回った方が得な周回イベントですね。割とリスクの少ない。なるほどね。ピックアップユニットを入れるとポイントボーナスだったんだね。まあよくあるパターンですね。まあそんな感じがまず一つイベントですね。これ多分今後もこういうイベントやってくるんだと思うんでね。これはまあ割と楽しいと思います。で、アリーナ。アリーナはまあ、ランクを上げていく感じですかね。で、ランキング、すげえな。めっちゃやってますね。すごいな。で、団員報酬っていうのがありますね。
上がればこう報酬がもらえると、こういう感じで。装備とかもね、すごいよねこれ。28段新機種100個とかね。でこの BP っていうのを使って、まあ、参加するって感じで、対戦相手は自分で選べます。で相手のパーティーは見れません。相手のこう勝率とかを見て、まあ誰と戦うかを選んでいくと。で100ポイントが標準で、格下と戦おうとすると40ポイントになっちゃいます。でもこれなんか同列の人と戦おうとするとなんかね、レベル高いね、めっちゃね。絶対避けた方がいいよ。まあちょっと1戦目はでもちょっと負けたとしてもお見せできたらなと思います。いけ。でね、これね、自分でコマンド選択できるんですよ。いやー、やられましたね。ちょっとやっぱり強かったね。全然当たんないよ。だって向こうはヒーラーがいんのかな、これ。でこれ左上のキラキラ光ってるのがブレイジングラッシュ、コンボみたいのがすげー出ます。いけます。いやー残念、負けましたっていう感じ。まあでも結構頑張ったよね。ランク全然違うのに。という感じでまあやっていく感じですね。対戦相手をね選べるんだけど、まあそこら辺をねどうやってやっていくかっていうのが、まあ、これは面白いかなと思ってます。で、ルタニアがもうやられた。これもしかしたら勝てるかもしれないね。これ惜しかった。前進しましょう。うまくねやれば勝てる。
相手のパーティーがね、選べない、選べるけど、見れないんでね。なかなかちょっと難しいんですけど。これは結構面白いね。自分のパーティーがどれだけ強くなったかってすごいよくわかるんで。私のものにしてやろう。めっちゃ強いのよ。まだいけます。これなら、勝ったけどすげえなんか怖いヒヤヒヤする戦いでしたね。プレイヤー経験値をもらえるのがちょっと美味しいなっていうところですかね。お、すげえ、防衛っていうのもあんだ。22戦中10戦防衛成功。こんな感じです。で、共闘クエストが、要はマルチなんですけど、まあ、これ初めてやんだよね。どうだろう、これ。斧レシピを、杖レシピ。斧も杖も、これいらないよね、きっと。ロジュンを見て、あ、この子斧か。じゃあ斧取りに行こう。これ一番上が斧でしたよね。 OK、 とりあえずじゃあ初級でちょっと様子見ましょう。で、ステーキ攻撃力アップします。で、準備完了。で、メンバー募集かパーティーに参加。パーティーに参加だと CP は使わないんですけど、まあ、やってない人、やってない可能性もあるよね。こういう感じで。で、メンバー募集すると、まあ、待たないといけないけど、その代わり、多分集まると思うんですね。よろしく。早い。こんな早く集まったの初めて。で、もうすぐ戦闘です。なんかそんなに撃たなくていいしよろしく。で、なんか V があったりするんでね。その場合は V を狙っていく感じ。初級だからあんま強くないね、敵は。よかったよかった。で、マルチだから、ターン終了させるのに時間制限がありますね。このゲージを使い切る以外にも、このターン終了時間が終わっちゃったらもう、まあ、終わり。ちょっと簡単でしたね。4P の方が強かったね。これで娘にも顔向けできるわ。これレシピなんですよ。これが本みたいのがレシピで、素材だっていう感じっすね。ちょっとじゃあ難易度上げてみっか。25はダメだったから、さっき15ならいけんじゃないかな。すげえランクの人来たな。なんだこれ、余裕じゃねこれ。
俺みたいなランクの人間がやるクエストじゃないのかな。五剣聖の名に恥じぬ戦いをしよう。行くぞ。魔術師の者に。私がやる。熱くしてやろう。めっちゃスキル打ってる。俺の行動もう終わっちゃってるけどね。あ、倒した。はや。強みんな。これね、ちょっと強すぎますね、みんな。ビビるぐらい強いね。2Pの人はすげえ強い。俺とのデートは予約制だぜ。お、なんだなんだこれ。獣玉。超すげえ。結構手に入ったな。フレンド申請しとく。これ超レベル超高いんだよこの人たち。という感じでねやっていきます。であとね、なんかこれランキングがあるんだよね。さっきのポイントがあったじゃないですか。でハイスコアのポイントに応じて、こういう素材がね手に入ったりとかするランキングがあるんで、結構ね共闘クエストもね熱いんですよ。前回は E クラス、これなんかもらえたのかな。これこうね、作り込まれてる感じはありますね。こんな感じ。だからね、まあ、あとこうやってデイリーミッションで新奇跡マックスで6個もらえるのと、ウィークリーで3、3、3、3、12、15、18、21個、1週間で21個、2226でしょ、7、42と246、63個だね1週間で。毎週ミッション頑張れば63個ずつ石がもらえます。で63個、ガチャが250なんで、なので1ヶ月頑張れば10連引けるんじゃないかな。無課金、あなたに私を刻んで差し上げます。割とそれはいい方だと思うね。結構配ってくれる方だと思うんで、まあ頑張れば頑張るだけまあお得になるっていう、まあそういうゲームだと思っています。なのでぜひね、興味を持っていただいた方は、やってみてください。ではご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。